さあ皆さん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。3秒間でどうぞ。さあ正解は Where か Fitch を選んでる方多いですよね。さあ皆さん、選択肢は全て関係し、で、そういう場合は空所の右側の確認ですよね。そうです、後ろの文型の確認。そうすると皆さん、まず空所の右側 Is という B 動詞、それの前後は S と C、 つまり SVC の第二文型。そしてこういうものを完全な文、つまり欠けてるものが一つもない、そういう文章のことを完全と呼んでます。そうすると皆さん、フィッチが×。そうです、皆さんご存知ですよね。フィッチの後ろは不完全。そうです、主語がなかったり目的がなかったり。そうです、関係代名詞の特徴です。後ろは不完全。一方選択肢の B、 フェアの後ろは完全。そうです、名前は関係副詞、そういう風に呼ばれてました。その後ろは完全、つまり文型がきっちり揃ってる。じゃあ正解かと言われたら、空所の左が合わないですね。そうです、フェアの先行詞は場所、ただし今回は新年、場所ではないので B は×ですから、正解は C。 というと、なんでですかってなりそうなので、下をご覧ください。そうです、ざっとには2つあるんですよね。そうです、接続詞と関係詞。じゃあ皆さん、違いはどうするんですかということですが、後ろの文型で、今回皆さん SVC、 後ろは完全ですね。ですから完全な文章の時に接続詞と呼んでるんですね。で、一方不完全な文の時は関係詞と呼んでました。さあ皆さん、こちらご覧くださいね。ざっとの右側はいきなり動詞になってますね。つまり主語がない、こういう状況を不完全、そう呼んでるんですね。ですからざっとは関係詞、よって2つの判別押さえていただきましょう。では画面を書き換えますね。さあ復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね、皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸5番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。